さあ、ラスの会の三国展望動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はメンテナンス情報をお届けしたいかなと思います。2月25日メンテナンスのお知らせということで、今日の朝7時から正午12時5分までやってたということで、30分ぐらい伸びたということになってるんですかね。何かあったんでしょうか。で、メンテナンス内容なんですけども、国選システム、マッチング仕様は以下へ調整とあります。調整前、黄金、白銀、青銅、3つのランクだったんですけども、調整後は王者、水晶、黄金、白金、青銅、この5つになるということですね。これはどうなんでしょう。例えばうちの軍団とかやったら間違いなしに黄金ランクだったと思うんですけど、黄金には黄金で100組、白銀には白銀で100組とかいう感じであったんですかね。それとも、その、まあ、全部で200組だとしたら上位70何歩が黄金とかいう感じだったんでしょうか。ここら辺がね、詳しくなくてわからないんですけども、なぜランクが5つ増えたということなんですけど、マッチングの仕様がね、変わらん限りは、まあ、あんま関係ないのかなという気がせんでもないんですけどね。例えば、その神器何個持ってるとか、そういったところでマッチングが変わりますっていうことでないと、結局、まあ、うちなんかだと、この王者の1組とか、まあ3組とか、そういうところに放り込まれてしまって、結局勝てないみたいなね、形になってしまいかねないので、ただ、まあ一部ランクの国戦報酬を増加しますというふうにここには書いてあって、で、黄金がトップだったのが、黄金が3番目になってるっていうことは、黄金での報酬っていうのは多分一緒なんかなという気がするんですけど、水晶とか王者になったら、ランク、報酬化が変わるということになりそうですね。これまあ予想でしかないんですけども。なんで、王者とか水晶に入れて、さらに、勝てる軍団っていうのは、まあ、美味しいんじゃないかなというような変更になってますね。で、天下統一システム、天下統一機能に高速反撃機能を実装。敵対勢力の攻撃により占領された城へ自動的に反撃しますということなんですけど、僕天下統一終わらしちゃってるんで説明が若干難しいところはあるんですけど、昔の記憶をたどると、天下統一って統一する前は日付が変わったらどこかの勢力に攻められてたと思うんですよね。で、城取られてると。だったら取り返さなという話になってくるんですけど、これが自動的に反撃されるっていうことなんですかね。反撃された城はどうなるんでしょうか。もう取られずに自分の城のままなんでしょうか。ここら辺もはっきりわからないんですけども、まあ僕の視聴者さんの半分以上がね、3年以上続けてるという方になってるんで、そういった方にはあまり関係のないことなのかなと、初心者向けの変更なのかなという気がします。次、軍有走破システム、戦闘で敗退になっても次の戦闘機能が使えるようになります。これは軍有で勝つと次の戦闘というボタンが出てきますけど、0枚で終わってしまった時はこれが出てこないと、これが出てくるようになりましたよという変更ですね。これはいいことじゃないかなと思います。結構めんどくさかったりするんでね、1回戻ってっていう風にやり直すんだね。で、次、乱舞戦場システム、毎日副将設定画面を開くたび当日の強化タブに合わない武将を自動的に取り除きますということですね。この乱舞戦場の副将設定ってね、次の日になっても前の日のがこのまま残ってたじゃないですか。それが条件に合わない武将の場合は自動的に取り除かれますよという話ですね。ちなみに今日僕も乱舞戦場終わらしてしまったんですけど、副将には誰一人設定されていませんでした。ということで、前日に副将に設定されてたのはどうなんでしょう。今日に限っては合う条件が合う部署がいなかったんですかね。それとも、まあ、マッチングの失礼、メンテナンスの影響でこのように全て外されてたのか、これはちょっとわからないですけど、明日になればはっきりするんじゃないかなというふうに思います。で、工場調整、新規ユーザー歓迎キャンペーンのログイン報酬関連を向上。
まあ、カムバックキャンペーンでの報酬が良くなるということですね。一部宿運スキルのビジュアルエフェクト向上、これはどうなんでしょう。まだ僕ははっきりとは見てないですけどね、プレイしてたら見つけれるのかもしれません。一部って書いてますけどね、ここら辺はっきりしてくれたらありがたいんですけどね。一部の宿運金カードビジュアルを向上、変わってますかね。ちょっと見てみましょうか。宿運はこれで、装備金、ここは そんな変わってるようには見えないんですけどね。なんか変わりましたか。左のカード側はそんな変わってるように見えないんですけどね。こんな動きがなかったのかな。どうだったろうな。こういうんってね、前が思い出せないですよね。どうなんだろう、変わったのかな。あんまり気にならないというか、カードビジュアル、一部とは書いてますけども、僕の持ってないやつで何か変わったのかな、ちょっと分かりませんね。一部主上装飾ビジュアル素材を向上、これも全く気になりませんでしたけど、これの装飾ってどうやって見てたっけ。ここか。これで主上装飾、これもなんか分かりませんねって言ってばっかりですけども、そんな変わったのかという感じですけどね。こうやって見ててもなんか変わったところが見当たらないですけどね。で、皆さんちょっと知ってました？こういうとこタップしたらこんな感じで動きあるんですよ。僕これなんか知り合いに聞いて初めて知ったんですけど、こんな感じでね、雪がちらついたりして、装飾変えたりしたら変えたりしたでまた全然違うんですよね。試しにちょっとこれなんかにして、こういうところをタップしたら、あれ出てこんな、はい、葉っぱがボカッとなったりね。あとこういうとこタップしたら、はい、魚が飛んだりするんですよ。結構凝ってますよね、こういうとこね。もっと他にやることあるんちゃうと思いますけど、まあ悪いことではないのでね、文句言ってもしょうがないんですけど、こんな感じでね、水面がポッチャーンってなったりするという感じですね。少し話が逸れてしまいました。で、ここか、まだか。職人工房でレベルアップ可能な建物を管理できるようになりました。職人工房、職人工房、あ、なるほどね、こういうことか。まあ前もなんか似たようなことできてたような、あ、はいはい、まだこういう施設はあげれますよっていう一覧も出てるんですね。なるほど。まあ便利っちゃ便利そうですけどね、これね。僕なんかだともう、防衛施設はあんまり残ってないかなということ感じですね。流星と流砲、あと投石車でおわしりという感じなんですけど、これは、あれですね、カテゴリー分けですね。こんな感じで、罠とか防御施設、あと機能的建物、これ機能的建物っていうもんやな。ちょっと知りませんでしたが、こういうことです。はい。で、不具合修正、一部武将および自衛のスキルの表示にて異なる内容修正。これってあれですかね、影侍のこと言ってるんでしょうか。まあ遅いっていうか、もうちょっとピンポイントでね、説明せないかん部分じゃないのかなというふうに思いますけども、特定な場合で全軍出撃機能を使用後、金のスキルが使用できない不具合修正、これは恐ろしいですね。ただよっぽど特定な状況という感じでしょうね。あんま聞いたことがないです。で、特定な場合で陣形編集中、左側の機能ボタンが表示されない不具合を修正、これもちょっと僕は遭遇したことないですね。なんでたまになんか変な順序で触ってしまうとこういうことが起こってたと、でそれを修正したという感じの内容のメンテナンスということになってますけども、目玉が一個もないですね。まあ国戦のマッチングが一番の目玉になってくるんでしょうか。対して変更がないような待ってメンテナンスということになったんですけど、まあ国勢のマッチングはちょっと楽しみですよね。今回のうちがガクンとね、
こうランクが下がるようなことが、組が下がるようなことがあればなというふうに思うんですけども、ちょっと今うちの軍団人数が44人ということで、前回の国戦の時に比べると6人減ってるんで、それっていうのもあって、まあ下がるっていうこともありそうですけどね。で、水晶とか白金とかどこ見たら分かるんかとかいうのもですね、気になるところなんで、ここら辺も判明次第、まあお伝えできたらなと。まあ見たら分かるような、まあ多数内容だったら、まあわざわざお伝えするということはしないんですけども、何かしらやっていけたらなというふうに思っております。で、乱舞戦場今やってますけども、僕乱舞戦場のマッチングって非常によくできてるマッチングになってるんじゃないかなと思うんですよね。というのが、僕レベルもう166になってるにもかかわらず、極端にカッチカチの人って相手に並んでないんですよ。まあそれでも1位とか取れないんですけどね。ただその金ピカの人いるじゃないですか、神器とか名馬とか、そこら辺がかなり育ってる人はレベルが僕より低くてもえげつない組に入れられてるらしいんですよね。で、たまたまっていうわけじゃなくて、ずっとそんな感じっていうことを言ってたんで、かなり的確か適正かって言ったらいいんかよく分かりませんが、あのマッチングとしては出来になってるっていうことやと思うんですけども、まあ個人戦なんでね、これを団体戦に生かしてもらえたらなというふうに思うんですけども、今回の国戦のマッチング、ちょっと期待と不安を持ちながら見てみたいかなというふうに思っております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。